AST ホットニュースです。写真の世界の動きを詳しくお知らせいたします。次は我々の写真ニュースです。報酬未払いでロシア兵100人がストライキ。ウクライナでの戦闘を拒否。ロシアは動員された兵士への報酬の支払いに苦慮しており、抗議行動につながっている。ロシアの独立系ニュースサイトザ・インサイダーが報じたところによると、100人以上がロシアのウリヤノフスク州の訓練センターでストライキを行ったという。兵士たちは約束された報酬が支払われるまで前線に行くことを拒否しているという。複数の報道によると、ロシアの訓練センターで100人以上の兵士たちが約束の報酬が支払われていないことを理由にストライキに入ったという。ロシアの独立系ニュースサイトザ・インサイダーが2022年11月2日に報じたところによると、ロシア南部のウリヤノフスク州に駐留している招集兵たちは、約束の19万5000ルーブル、約46万5900円を受け取るまでウクライナで戦うことを拒否しているという。我々は、ロシアの安全と平和な生活のために自らの命を危険にさらし、死んでいる。と兵士たちが声明に書いているとザ・インサイダーは報じている。彼らは、我々は特別軍事作戦への参加を拒否し、ロシアの大統領が率いる政府が約束した金が支払われるまで正義を求め続けると付け加えている。また徴兵された人々の一部は訓練への参加を拒否し、訓練センターは武器庫を閉鎖したとモスクワタイムズとロシアの独立系ニュースメディアソタは2022年11月2日に報じている。ザ・インサイダーとモスクワタイムズがテレグラムで公開したビデオには、一人は皆のために、皆は一人のためにと男たちが叫びながら抗議する様子が映っている。インサイダーはこれらの報道を全て独自に確認することはできなかった。ワシントンにあるシンクタンク戦争研究所の2022年11月2日の発表によると、ロシア当局は志願兵や動員された男性に全国平均の2倍以上の給与を約束しているという。ある金融の専門家は、動員された男性への支払いでロシア政府は今後6ヶ月間で9000億ルーブルから3兆ルーブル、約2兆1283億円から7兆945億円ほど負担が大きくなる可能があるとロイターに対して語っている。しかし、ヨーロッパやアメリカの制裁や動員費用でますます厳しい予算に直面するロシア政府にとって、これは厳しい金額だとロイターは報じている。 BBC ロシアによると、ロシア当局は2022年6月には兵士の給与を月額24万7700ルーブル、約58万5770円に引き上げ、飛行機や戦車を破壊した場合のボーナスも加えたという。東部要衝撤退で批判上がる。ロ軍司令官が解任か。英国防省、指導部への不満そらす試みの可能性。英国防省は6日、ロシアのウクライナ侵略に関し、ロ軍中央軍管区のアレクサンドル・ラピン司令官が解任され、アレクサンドル・リンコフ上将が司令官代行に任命されたとの分析を発表した。ラピン氏に対しては、10月の東部要衝からのロ軍撤退などをめぐり、強硬派から批判が上がっていた。ロメディアによると、同様に批判を受けた軍管区司令官らの交代が相次いでおり、英国防省は、ロシア指導部への不満をそらす試みの可能性がある、と指摘した。ラピン氏の人事については、ロメディアも10月下旬にラピン氏がウクライナでの侵略作戦の指揮から外されたと伝えていた。部分的動員をめぐる混乱の責任を取らされたとの見方もある。ロシア予備役500人超死亡、手で塹壕掘り。砲撃で大隊全滅。ウクライナ。ロシアの複数の独立系メディアは6日までに、ロシアが一方的に併合したウクライナ東部ルガンスク州で、動員令によって招集されたロシア軍予備役の1個大隊がほぼ全滅したと伝えた。500人以上が戦死した可能性が高いとされる。大隊はロシア中部ボロネジ州の予備役で編成されていた。生存者や親族の証言を総合すると、11月1日に領土防衛隊として前線の15キロ手前に到着し、深夜に前線へ展開。隊員らは塹壕を掘るよう命じられたが、スコップは多くて30人に1本しかなく、手で掘らざるを得なかったという。ロシア軍司令官解任か。 A 分析。
指導層への不満そらす。英国防省は6日、ロシア軍中央軍管区のラピン司令官が解任され、司令官代行としてリンコフ上将が任命されたとの分析結果を明らかにした。ウクライナ軍が反転攻勢を強める状況に不満の声が出ており、ロシア軍では幹部の更迭が相次いでいる。英国防省はツイッターで、指導層への不満をそらそうとする試みの可能性があると指摘した。ロシアが核攻撃に踏み切ったらアメリカはどこに報復するか。米政権内で行われていた机上演習の衝撃的な中身。5月、ラピン氏は7月、東部ルガンスク州制圧に貢献したとして、プーチン大統領から英雄の称号を授けられた。ただ、最近はプーチン氏に忠誠を誓うロシア南部チェチェン共和国のカディロフ首長らから批判され、前線の指揮から外れたとの見方も出ていた。ヘルソン州のダム破損。ウクライナ軍が砲撃。ロシアメディア。ウクライナ南部ヘルソン州のロシア占領下にあるノバカホフカダムが、ウクライナ軍による砲撃で損傷したと、ロシア国営メディアが6日、救急当局の情報として伝えた。タス通信によると、米国製の高機動ロケット砲システム、ハイマースから発射されたロケット弾がダムの水門に命中し、破損。救急当局者はダムを破壊することにより、人道的な大惨事に向けた条件を作り出そうとする試みだ、との見解を示したという。ロイターは、この報道を確認できていない。ウクライナが進軍しているヘルソン地域のドニエプル川を上流でせき止める広大なノバカホフカダムはここ数週間、極めて重要な戦略的意義を持つようになっている。ロシアとウクライナは10月以降、爆発物を使用してダムを破壊し、下流域の多くを浸水させ、ヘルソン市周辺に大きな被害をもたらす計画を立てているという非難の応酬を繰り返している。ロシア軍司令官解任か、英国防省分析。英国防省は6日、ウクライナ東部戦線を担当していたロシア軍のラピン中央軍管区司令官が解任され、リンコフ上将が司令官代行に任命されたとの分析結果を明らかにした。ウクライナ軍による反転攻勢を受け、ロシアの私兵、雇い兵から正規軍のラピン氏の責任を問う声が出ていた。英国防省はロシア指導層への非難をそらすための試みである可能性があると指摘している。ラピン氏は7月、東部ルガンスク州の攻略で指揮を取り、一時は戦果を称えられたが、9月以降のウクライナ軍による反撃で劣勢に立たされた。ロシア軍の軍事目標を達成できないラピン氏に対し、ウクライナ戦線に私兵部隊を送っている南部チェチェン共和国のカディロフ首長が10月、私ならば、ラピンを一兵卒に降格させて、恥を拭わせるためにライフルを与えて最前線に送り出す、と通信アプリに投稿するなど、私兵、雇い兵の不満が高まっていた。ロシア軍ではこれまでに、ウクライナ東部戦線の指揮を担っていたジュラブリョフ西部軍管区司令官、補給作戦を担当していたブルガコフ国防次官が解任されたと報じられている。一方、ロイター通信によると、ロシア軍が一方的に併合を宣言したウクライナ南部ヘルソン州の当局担当者は6日、ヘルソン市を含む同州の多くの地域で一時的に水道や電力の供給が停止したと述べた。当局者はテロリストによる攻撃で送電線が損傷したとしているが、真偽は不明だ。コンテンツは終了しました。ご気分はいかがでしょうか。少しでもこのローガーを楽しんでいただければ幸いです。気に入っていただけたらグッドボタンを押してください。コメント欄であなたの考えを教えてください。